2030年までに世界で達成しようと国連が掲げる17の目標 SDGs にチャラい2人が迫ります。イグニットの未来をマジで考えろ。我々が未来を考えるということですけども、はい、こういうチャラ男が取り組むことで伝えられる場所も変わってきますから、うん、あ、そうですか。色味はほぼイグジットですからね。確かにね。17のことがね。この番組は SDGs に取り組んでいる人を紹介するフューチャーランナーズという番組の特別編です。このスタジオのセットにこれまで取材した方々の作品が散りばめられているんですが、個性的な絵画は自閉症を抱える画家ガクさんの作品。いろんなことって本当小さい発想とか、そこからこう一つアクションが始まって、でそれが仕組みになっていって社会を変えていく、トランスフォーミングアワーワールドという言葉を、それが SDGs の中で最大の目標なんですよね。トランスフォーミングアワーワールド、これを皆さんの寝る前につぶやいていただく。今覚えたでしょ。確かにでも簡単なことじゃないと思うんですけど、うん、できることから一つずつやっていけたらなと思いました。そうですね、はい、本当に自分ごと化していくっていうことを心がけて、はい、行っていきたいなと思いました。はい、みんなで未来を考えよう。